言っちゃってる、言っちゃってる、言っちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる、ハグネスチャンス。35分後に大雨が来るので、多分ここあと2ホールぐらいでもしかしたら終わるかもしれないです、対決は。よろしいですか。はい、今僕が、ワンアンダーでくるみちゃんがパープレー。はい、よいしょ、うん、おお曲がらん、ナイス。曲がらない、なんですかね、コツみたいな。あんま意識してるのはないです。してないけど、でもヘッドの動きは常に意識してる感じですね。はい、それが開かないようにとか、そんな感じですか。そうです。ご名答って感じで。うざい、うざい、大丈夫。全然大丈夫ですか。うまい、ナイスショー。ウッドがやっぱピカイチなんですね。まあ、タイプが分かりました。分かりました。うん、ウッド系だね、はい、でしょ。はい、ショット、もうショット全般、ショット全般いいっすね。あー、振り遅れた。天気が真っ暗になってきました。9ホール行けない可能性が出てきてます。おっと、ちょっと左か。乗ったのかな。結構風が上げてましたね。くるみちゃんドローですか。どっちかっていうと。ドローですけど、はい、ちょっと引っ掛けが出てないようですね。ああ、ドローヒッターあるあるのね。チビも悪くなるんでるし。あ、出る。ドライバーで。全部出るし。あのショットで。はい。自分でもびっくりする。それわけわかんないで出てるってこと。でも大体でもこうなりすぎてるよって言われるから。ああ。右も。はいはい、カバーした方がいいですね。はい、カバーリングでれば。ちょっと救済受けます。すいません。いや入ったと思ったけどね。ナイスパー。パパッと一歩半ぐらい。あっ、うわー、やばい。切れなかったね。切れなかったです。思ったとこ打てたけど。切れてる、切れてる。切れてないです。本当切れてないです。いや、これでちょっとあれっすね。やばい。ワンオーバーになっちゃった。はい、で、俺ワンアンダーだから。あ、ちょうど良かったっすね。ハンデが。クミちゃん。確かに悔しいですね。めっちゃ悔しい。5番パー4、400ヤード。もしかしたら雨降ってきたのでこのホールで終わる可能性があります。機械トラブルのため。機械トラブル。終わる可能性があります。で、ハンデ入れて僕と今くるみちゃん並んでます。ハンデなんかいらないっすよって言ってましたけどね。震え上がってます、今。え、震え上がってます。震え上がってる。あんまり出るとね、OB だから。これどっちがダメなんですか。左が OB、右はアンペナです。狭くでしょ、まっすぐ、まっすぐ、あの
スーパー狙ってきます。スーパー聞いてるじゃん、ちゃんと聞いてますね。今日調子いい。あー、ナイスショー、めっちゃいいとこ。ナイスショー、めちゃくちゃいい今。ナイス、完璧完璧、ナイス、ありがとうございます。つくしさん、つくしちゃん、つくしつくしえ、なんだっけ、えってこと、あれつくし、つくし、あれつくし、あれ名前なんだっけ、くるみ、くるあー、でも飛んじゃったね。え、いや今めちゃく、今めちゃくちゃ良かったっすよ。本当ですか。うん、ヘッド走ってた、お店に行っちゃいました。うん、どんまい、はい。前回トール君とやった時あるじゃないですか。はい、あれ僕トール君に負けたじゃないですか。はい、あの時本当もう絶対言いたくなかったんですけど今だから言いますね。はい、もしかしたらこれカットにするかもしれないですけど、はい、ぎっくり押しちゃったんですよ。そうなんです。これが本来の僕です。はい、めちゃ、はい、めちゃくちゃ上手。悪くないでしょ。でも全然めちゃくちゃ。そういうブランディングも良くないんですけど。そっちでは、そっちではないんですよ、僕。はい、口だけみたいな感じでいいんですけど。いや、うまいですね。いやいや、なんかちょっとね、ちょっとなんか今言い訳するのもちょっとかっこ悪いですよね。いや。昨日やっぱ大雨降ってるから硬いですね。はい、56で、はい、やっぱ硬いからもうしょうがない。入るかと思った。あ、来た。あー、惜しい。重たい。ここじゃない。すぐあんなとこだった。そのまま打ってくれてもよかったけど。危ねえ。パパと、はい、うわうわ調子なっちゃった、さっき喋りで、ちなみにかなりの大雨が降ってきました。はい、ここから8ミリとかになる予報ですので、ここで今日は終わりたいと思います。はいはい、私がパワープレイ、くるみちゃんが、2オーバーハンデ入れてチャラ、はい、じゃあ僕勝ったら、はい、くるみちゃんのボールもらっていいですか。使ってるボール、はい、もちろん、はい、それ僕八王子ゴルフっていうのを仲間と運営してて、はい、そこでコンペあるんで、うん、それサインしてもらっていい、ボールに、うん、私の自分それをちょっと欲しい方にプレゼントしたいんで、はい、まあ僕が勝ったらね、はい、僕負けたらどうします。なんでもいいですよ。何でもできます、僕は何でもできます。うん、私に無料レッスンしてください。あ、全然いいですよ。そんなんでいいですか。はい、あ、じゃあ そうしましょう。はい、はい、
大丈夫です。おお完璧。あちょいラフ。あやばい雷鳴ってきた。くるみちゃん今どういうイメージ？でももうちょっとフェード？フェード今練習してるから。あそんな感じでしたね。やろうと思ったけどまあずっとですね。あナイス。あでも手前ですかね。はい。ちょっとやばい。やばい？ホームコースだからね。はい、ちょっとまずいんじゃない負けたら。まずいです。バッサンに負けたなんて、ね、知られたら福岡歩けないですよ。本当ですね。そうなんですよ。頑張ってよ。頑張ります。でも俺ね。分かったことある、うん、俺は綺麗なこともあると調子いいわ。そういうこと、うん、石川遼がピンマイクつけて優勝したでしょ。あれピンマイクつけてピンマイクここにつけてこの間ツアー優勝したんですよ、うんうんうん、あれピンマイクとかいうのが彼はすごい合ってる。へえ。あれやってたら多分どんどん勝ちそうな感じ。人に見られてる感覚もあるし決め打ちもしなきゃいけない。うんうんうん。僕が言うのが何ですか。できます。はい。161、7番です。はい。ナイスです。くるみさん、今年はテストこれからですか。はい17、18、19。うん、どこで？佐賀クラシックです。あ、佐賀で。はい、頑張ってください。頑張ります。2年ぶりに。あ、2年ぶりなんすね。6月です。あ、2年ちょっとブランクがあったんですね。はい、もうやめてました。うん、よくでも戻りましたね、ショット練習した？しましたね。やるって決めてからは、うん、まあ職場がインドアだから、はい、暇な時間あったりとか。あ、それはいいとこですよね。はい、インドア環境はすごい。うまい。はい。あ、惜しい。ナイス。ナイス。ナイスパーです。ありがとうございます。パーパット。弱かった。弱かったね。どんまい。オッケー。はい、気に入りました。くるみちゃん負け。やだ。え、ダメ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。参りました。ありがとうございました。やだ。僕パーでくるみちゃんボギーになっちゃったんで、すいません。ありがとうございます。超悔しいです。いや、超悔しそうですね。超絶負けず嫌いなんで。いや、ちょっと後で、はい、あの、罰ゲームですね。罰ゲーム、はい、今行き。あー、これは一番やりたくない。
やだ、うん、これカットでもいいっすよ。カットでもいい、全然流して全然可愛くていいよ。クリシャーレなんか本当にいいのよな、キャラが。そう、恥ずかしい。ありがとうございました。恥ずかしいところがまたいいよね。ありがとうございました。ちょっと後でお疲れ様でした。ありがとうございました、はい、一応くるみちゃんが、今日スタート前に、ハンデはいらないですっていうことだったんですけど、はい、僕がちょっとそれは同じ T です、それはね。僕も一応ティーチングなんですけど PGA 持ってますから、はい、それはいけないということで、ハンデ2枚でやらせていただいて、はい、でちょっと大雨が降ってきてしまいまして、6ホールで終わりました、はい、結果は、私がパープレーかな、はいはい、でくるみちゃんがちょっと3オーバーという形で、はい、バッサン勝利しました。ありがとうございます。参りました、はい、で、くるみちゃんがですね、今回サインボールをくれるということ、はいはい、あともう一個やってどうしようかな、ちょっとブランディングあるだろうけどな。じゃあこっちにしますか、負けたんで、はい、引きじゃなくて、はい、ちょっとちょっと待って、なんでですか。やったことない、そんなの。やめとく、これはできないです。気にしときます。一回見本を見せたらどうですか。あ、いいですか。はい、いっちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる、アグネスチャンス。いや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 、できないですか。できません。できないです。難しい、難しい。まあ、サインボールをくれるということなので、はい、これ今度八王子ゴルフのコンペの時に商品として出そうかなと思っております。はい、本当にありがとうございます。今日はありがとうございました。またぜひ、はい、ちょっとリベンジさせてください。すごい負けず嫌いですね、はいはい、ちょっとこう小悪魔的なところがあり、謎多き女という感じを今日は受けたんで、はい、ちょっとまあその辺も今度は、はい、深掘りさせていただけたらなと思っております、はい、ということで、また関東で、あ、ぜひ次は関東で、はい、ぜひリベンジお願いします。で、このユニバーサルコンチェルン、はい、次回は今度ユニバーサルコンチェルカップ、今日はバッサンボローキなんですけど、はい、ユニバーサルコンチェルカップで、はい、お会いできたらなと思っております。はい、小池社長ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。ということで、はい、ありがとうございました。よー、行けってやったら行きやんなきゃいけないですよ。はい、よー、行けありがとうございます。ありがとうございます。なんかすいません。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございました。